この時間は日本対ベラルーシ、こちらをご覧いただきます。今日のゲームはセルティックパークで行われますが、120年の歴史と6万を超えるキャパシティを誇り、スコットランドで2番目に大きな競技場としても知られています。日本国国歌お聴きいただきます。北澤さん、4-4-2 のシステムで今日来ているんですが、ツートップです。これは監督何を期待するんでしょうか。そうですね、まあ、ツートップだけで点が取れるというところですかね、うん、あれ2人だとうまく起点になって、もう1人がこううまくそれにサポートしながら突破できるという形が作れればという狙いはありますよね、うん、このツートップの機能なんですけれども、それぞれにどういう役割、理解、戦術理解、これ期待するんですか。そうですね、今日の場合でいうと1人ターゲットになってますので、はい、で1人シャドウで動けると思うので、うん、非常にこう2人でも攻めていけるんじゃないかなと思いますけどね、はい、トップが競った後のこぼれ球をその選手が拾うことによってチャンスが作れるという狙いがありますよね、うん、はい、まず前半見ていきましょう。日本対ベラルーシ、エキシビションマッチをお届けしてまいります。サイドを紹介です。右のエンドを守るのはベラルーシ、対して左のエンドを守るのは日本となります。また中央へ、勝負のシーン、チャンスを演出できるか。さあ右へ預けて、さあどうする、右サイドへ振って、また中央へ、ワンツー使ってくる、南野、長友、柴崎へ、遠藤、いいプレッシャー、ボールを下げてリズムを作るか。大きく縦へ、上田、柴崎へ、遠藤、もう一つ前に行きたい柴崎、ここは競り勝ちます。遠藤、ルーズボール、板倉、上田、板倉、上田、長いボールを送ります。このスルーパスは通りません。南野、仕掛けるか、鎌田、どうする、つながります、どうだ、頭だ、これはディフェンス陣が焦った形になりました。しかし惜しいシーンです。絶好のチャンスでしたけどもね、うまくコントロールできなかったですね。今日のゲーム、両チームまずこの立ち上がりは北澤さん、どうご覧になりますか。まあ、今の段階で仕掛けていくのか、あるいは相手の出方を伺うのか、まだ分からないですけどもね、序盤ですのでじっくりそのバランスを見極めていってほしいですね。柴崎、
激しいボールの奪い合い。さあカウンターのチャンスになります。パスでつないで攻め込んでいきます。ベラルーシ、柴崎、酒井へ、遠藤、板倉、縦へのボール、自分で行く、前田、サイドを縦に走らせます。長いボール縦に入れます。前半まだ両チームともスコアレスな展開です。上田、遠藤へ、長いボール縦へ、スルーパス、おっといいボールでしょ。また中央へ、南野、流れを止めます。柴崎、サイドへ、また中央へ、前田、うまいですね。スルーパスを狙う、いい展開ですね。中央へ、サカ、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。南野、また中央へ、長友、長友へ、柴崎、サイドを使います。裏を狙う、おー、いいオーバーラップですよ。わずかに届きません。柴崎、チャンス、カナダ、わずかに右へそれました。縦へのボール、ここ拾って次につなげたい日本。南野、柴崎へ、遠藤、柴崎へ、サイドへ、長友、クロスが入る、大きく縦へ、
南野、左サイド上がるか、遠藤へ、遠藤から鎌田、うっさ、うわ、いや、いい反応でしたね、北澤さん。そうですね、難しいボールでしたけどもね、いや、よく取れましたね。鎌田、今のチャンスをものにすることができませんでした。長いボール縦へ、縦にボールを送りましたが、これはタイミング合いませんでした。柴崎、ファーストハーフはまだスコアレスの展開が続いています。堂安、セアドも高いキックでしたし、コース空いたら打っていく姿勢が大事ですよね。大きく縦へのアーチ、チャレンジはしません。後ろに流す、南野、一人持ち上がっていく、柴崎、撫でるようなボールタッチ、中に合わせてくるか、どうだ、必死のクリアですよね。ここはすぐ奪い返します。日本、長いボールを送ります。長いボール縦へ、前田、柴崎へ、南野、また中央へ、ロングフィードで狙う、クリアです。抜けるか、大きく縦へ、ここはドリブルで上がる、少し時間を置きます。この選手のロングスローは気をつけた方がいいですよね。クロスを相手選手に弾かれましたが、コーナーキックになります。アウトまで来た、来た、先制、ベラルーシ。前半がアディショナルタイムです。コーナーキックから頭でしっかり合わせてきました。いいシュートでしたね。セラフが落ち着いてしっかり頭で決めてきましたからね。さあベラルーシ、おっと、これは試合を止める笛のようです。前半から得点が動いています。さあまずは前半が終わりました。日本としては試合の中で少しずつ相手にペースを持っていかれてしまいましたよね。まあここで一旦途切れるわけですから、しっかりと立て直して後半に挑んでいきたいですね。日本対ベラルーシ、では引き続き試合をお楽しみください。さあ後半スタート。この後半の入り方というのは非常に重要であって、守備的に行ってしまえば点を取れない、けど取りに行かなければいけない、はい、非常にその辺の、ね、バランスをどういうふうに崩していくかということが一番マネジメント能力、この辺が重要になってきますよね。なるほど。さあミドル、あ、これはわずかに右でした。まあ距離関係なくシュートとフィニッシュする意識の高さが大事なんですよね。縦へのボール、
板倉、柴崎へ、長友、長友へ、南野、足元大事に行きます。南野から長友、これは相手選手にディフレクション、コーナーになります。危ないシーンでしたが、ここはクリアの対応。チャンスを演出できるか。長いボール縦へ、上田、ボールを受けて、酒井、このボールをカットします。堂安、前田、柴崎へ、サイドのスペースへ走らせる。南野に渡る、中央へ、一気に前線にボールを送る。上田、柴崎、長友へ、プレッシャー、両チーム密集しています。日本はこのセカンドハーフの立ち上がりに1点差で追いかける展開となっています。後半1点差と2点差ではだいぶ状況が変わってきますからね。失点に気をつけながら早い段階で追いつきたいですよね。次の得点がどっちに入るかで今日のゲームの形は大まかに決まってきますよね。スルーゾーン、うわ、鎌田、ピンポイントで合わせてきましたが、このヘッドは決まりませんでした。前線出てくる人数が多いですよね。日本が決定的なチャンスを迎えたシーンでした。大きく縦へ、また中央へ、ボールの奪い合い激しいものがあります。遠藤、堂安、上田、ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。日本としてはシュートは打ってるんですよね。この時間帯で決めて終盤での流れを変えたいところですよね。サイドのスペースを使います。中上げる、これはキーパー、鎌田、柴崎へ、長いボールを送ります。長友、長友から大きく縦へ、日本これは奪い返します。南野、シュート、枠は捉えた。縦へのボール、酒井、一人で行く、左サイド上がっていく、
激しいボールの奪い合いです。ここでファウルがありました。堂安スルーパスを出す。いけるか。浜田へのボール、柴崎から右へ、長いボール縦へ、酒井、柴崎へ、堂安、起きましたよ。チェックを受けますが動じません。一旦前を取る、柴崎へ、柴崎からこのフィードパス、ここで受けて上がる、ここは抑えました。今の形すごく良かったですよね。これを繰り返せばいいと思いますね。とにかく前へ前へですよね。ベラルーシが最終ラインまでボールを下げる。大きく縦へ、日本はあわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。鎌田ドリブルで上がる、前田、ここで前を向けるか、柴崎、裏のスペースを狙う、浮かせて裏を狙いますがタイミング合いません。いいとこまで行ったんですけどもね。ただまだ時間残ってますから、ここは一旦落ち着きたいところですよね。狙ったボール、さあ裏を狙っていきましたが、これは合いません。板倉、ボールを下げてリズムを作るか、板倉前線へ、この長いボール、柴崎、板倉、遠藤へ、さあどうする、縦へ送る、カウンターを仕掛けていきます。残り10分です。長いボールを送ります。柴崎、柴崎、サイドを使う、南野、あ、いい展開ですね。抜けてくる、ベラルーシ、ここでファウルをもらいます。日本はこの僅差、まずは追いつきたいところなんですけれども、どうでしょうか。そうですね、あと1回は必ずチャンスが来ると思うので、そこを決めきれるかがポイントですよね。ここでのパスは危ない。大きく縦へ、さあ右へ預けて、ここは間合いを取る、素晴らしいパス、酒井インターセプト、転してしまうと非常に厳しくなりますからね。ディフェンス集中してますよね。さあつながるか、
これはつながりませんでした。ちょっと慌てましたかね。でもまだ時間ありますから分かりませんよね。うまいですね。裏のスペースを狙うと呼んでいた上田。そろそろ笛を意識し始める時間帯ですよね。最後しっかり守ろうっていう感じ出てますよね。ドリブルで仕掛ける鎌田。素晴らしいシュートなんですがキーパーの土正面。ちょっと正面でしたけどもね、今空きましたからね。ベラルーシ、ここは時間を使います。時間ないですからね。もう人数かけて取り入ってもいいと思うんですけどもね。上田、柴崎、大迫、大迫から鎌田、鎌田から大迫、もう一度奪ってカウンターを狙うしかないでしょうね。前線からプレッシャーかけたいところですよね。そしてここで最後の笛。1対0、日本1点差に泣きました。前半のゴールがそのまま決勝点。さて北澤さん、試合を振り返って一言お願いします。日本としては後半に入っても自分たちのやろうとすることがうまくできませんでしたよね。そのためにはやはり相手のリズムをいかに崩していくか、そこでしょうね。はい、そうですね。さあそろそろお別れの時間です。解説は北澤剛さんにお願いいたしました。北澤さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。日本が前半の1点に泣くという形になりました。